はい、こんにちは、タドルマイティです。ですね、引き続き、夏場の試合、汗や疲労の負担少なく、快適に、ピッチングをこなすコツということで、まあ、前回ですね、ベンチに戻った時に日陰に入ったりとか、体温を下げるために、アイシングしたりとか、そういった部分をですね、伝えさせていただきました。で、今回ですね、またそのベンチにいる時なんですけど、マウンドから戻ってベンチ戻ってきて、適度に水分補給をして、汗を拭いたりとかした状態でですね、よし、じゃあ次は、仲間が、点をやっぱ取ってもらわないと、ピッチャーとしてもやっぱりしんどい部分があるんで、よし、じゃあ応援しようということで、ベンチにこう立ったりしてですね、ベンチの中で、こういうふうに、立った状態でまた仲間のことを応援したりとか、いう行為を、してしまいがちなんですけど、やはりですね、ピッチャーってですね、やはりその一球一球、ずっと投げ続けている状態ですので、ベンチに戻った時はですね、しっかりと休む時間を、取ってもらいたいなと、思います。で、特に、そのいろいろその立ってやることがあるかもしれないんですけど、立っているだけでですね、やはりそのエネルギー消費されますので、しっかりとですね、座った状態で、何かやることがあればですね、やったりとか、とにかく、立った状態ではなくて、座るっていうことをまず一つ大事にしてもらいたいなと、思います。で、その座ってる時ですね、前回、ご紹介をさせてもらった、その体温を下げるための行為として、首の、横のところにですね、冷たいものを、当てて、そのタオルで固定して、巻いた状態でですね、座っておいて、でなおかつ、こういうふうに肩周りストレッチを、やったりすることでですね、またよりよく、快適にですね、マウンドに戻っていくことができますので、ただ座っているだけじゃなくてですね、今までご紹介をした、いろんなストレッチをですね、やりながら疲れて血液が、ドロドロになっていく状態っていうのを、防ぐ。そうすることによって、肩とかですね、腕とか、ずっとこう投げていることで回を重ねていくことによって、肩がちょっと重くなってきたりとかいうことが、結構あったりしますので、そういったことを、防いだり、軽減したりする、行いとしてですね、ベンチで休んでいる時もですね、伸ばせるところとかやれるところを、ストレッチをするっていうことも、大切な行いになってきます。で、腕周りとか肩周りだけではなくてですね、これも、ブログでご紹介してると、トップページの方でもご紹介してると思うんですけど、腰からお尻にかけてですね、ちょうど下半身と、上半身の連結部になったりもしますんで、こういった、腰回りとか、下半身につながる部分とか、そういった部分もですね、ストレッチやるっていうことが、大事かなと、思います。こういうふうにですね、あとは腰を、ひねったりとかですね、で、しっかりと、必ず深呼吸、酸素を取り入れながらですね、から、体をひねったり、伸ばしたりするっていうことが大事なんで、しっかりと自分ができる動きですね、いろいろお伝えしたと思うんですけど、そういった動きを、ベンチの中でもですね、やったりするっていうことが、また一つ、また次、マウンドで向かう、いい状態でマウンドに向かうための、
改善策に、なってきたりしますので、まあ、その毎回毎回と限らずにですね、まあ、2回に1回とか2、3回に1回とかそういった形で、構いませんので、そういったふうに、休むだけじゃなくてですね、よりその休む時間が、疲労の回復をですね、まあ、促して、くれるような行為っていうものをですね、ちょっとずつ、やっていてくれればいいんじゃないかなと、思います。座ったままの状態でもですね、まあ、そのストレッチやりながらでも、仲間のことは、しっかり見守ることができるし、応援することも、最低限できると、思います。特にそのピッチャーってですね、野球の中で、ウェイトを大きく占める重要なポジションになってきますので、やはりそのピッチャー自身がですね、どん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 疲れが回ごとに溜まっていって、いいピッチングが次できないということになると、やはりそれこそ仲間にとって不利なことになったり、しますので、そういった部分でもですね、しっかり休めるときに、体を休めて、で、回復できる部分は回復して、少しでもですね、でまた気持ちよく、体も気持ちも気持ちよく、リセットをした状態でマウンドに戻っていくっていう流れがですね、一番理想的かと思いますので、やれる行為っていうのをですね、大切にしてもらって、今後も自分のいいピッチングにつなげていただければなと、思います。それでは、一旦ここで切りたいと思います。また次回、ありがとうございました。